玉木雄一郎は、日本の政治家、元大ら、財務官僚、国民民主党所属の衆議院議員、国民民主党代表、YouTuber ーー、民進党幹事長代理、旧希望の党共同代表、旧希望の党代表、旧国民民主党共同代表、旧国民民主党代表などを歴任。香川県大川郡寒川町を生まれ、父母は農業を営んでいた。 寒川町立新前小学校、寒川町立天皇中学校、香川県立高松高等学校を経て、1993年3月に東京大学法学部卒業。同年4月、大倉省に入省し、主計局総務課に配属される。1997年、アメリカ合衆国のハーバード大学、ケネディスクールに留学。外務省への出向を経て、 2001年より大阪国税局総務課長。2002年より内閣府へ出向。第一次、小泉内閣にて石原信明の下で内閣府特命担当大臣秘書専門官に就任。以降3代の行革担当大臣の秘書専門官を務める。石原の公認の金子和義から政治家にならないかと誘われ自由民主党幹事長であった。 安倍晋三と面談。しかし地元の香川2区ではなく別の選挙区を提示されたため出馬を断念している。2005年財務省主計局取座を最後に財務省を退官。同年9月の第44回衆議院議員総選挙に民主党公認で香川2区から立候補したが自由民主党前職の木村義雄に敗れ落選した。2009年8月の 第45回衆議院議員総選挙に民主党公認で再び香川2区から立候補。前回敗れた木村を下し、初当選した。2010年民主党香川県連代表に就任。同年10月民主党政策調査会長に就任した前原誠二の下で政調会長補佐に起用される。2012年12月の第46回衆議院議員総選挙では、 民主党に猛烈な逆風が吹き荒れる中、香川2区で自民党新人の瀬戸隆一を僅差で破り再選。なおこの総選挙において中国、四国、九州地方で民主党が小選挙区の議席を獲得したのは香川2区のみである。選挙後、民主党副幹事長及び政策庁酒会副会長に就任。2014年12月の 第47回衆議院議員総選挙では、香川2区で再び、瀬戸を下し、参戦。2016年9月の民進党代表選挙に立候補して116ポイントを獲得したが、1回目の投票で過半数を獲得した連邦に敗れた。選挙後の党役員人事では、幹事長代理に就任した。2017年10月の第十八回衆議院議員総選挙では、 民進党の希望の党への合流を決めたことを受け、同党の公認で出馬し、香川2区で4選。同年11月10日の希望の党、共同代表選挙に立候補して39票を獲得し、14票の大串博士を抑えて、共同代表に選出された。同年11月14日、新執行部人事の承認を図る、両院議員総会で辞任を表明した。 小池由里子の後継として、希望の党代表に就任した。2018年5月7日、民進党、希望の党のそれぞれの一部議員が合流し、決闘された国民民主党において、大塚公平と共に,共に共同代表に就任した。2018年9月4日、津村圭介と共に国民民主党代表選挙へ立候補。対決より解決を主張してきた玉木が、 野党共闘を訴えた津村を大差で破り、新代表に就任した。2019年4月26日、小沢一郎が率いる自由党との合併を果たした。2019年末から2020年にかけて、国民民主党と立憲民主党の合流協議が行われたが、党内の意見がまとまらず、2020年8月11日、同党を立憲民主党への合流組と、 残留組に分党すると表明し、玉木は合流新党に参加しない意向を示した。9月11日、残留組による新国民民主党の参加メンバーが協議を行い、玉木の代表就任を決めた。2020年12月、新国民民主党の代表選が8日、告示18日投開票の日程で行われ、玉木が 伊藤孝江参議院議員を大差で破り代表に再選した。2021年4月27日、立憲民主党代表の枝野幸男は、次期衆院選における野党共闘を目指し、国民民主党代表の玉城日本共産党委員長の C ・カ和夫とそれぞれ会談。枝野と玉城は、候補者の一本化に加え、立憲と国民、連合の三者で雇用など、 共通の政策の策定に向けた協議をスタートさせることで意見を一致させた。だが、野党連合政権の樹立を望む立憲民主党と共産党に玉城は反発。翌4月28日、記者会見を開き、日米同盟を基軸とせずに、日本の安全、安心を保つ術は見当たらない。共産党が入る政権には入らないと述べた。同年7月15日、連合は、 次期衆院選に向け、国民民主党、立憲民主党両党と個別に同じ内容の政策協定を締結した。協定書には左右の全体主義を廃止、健全な民主主義の再興を推進すると書かれていたが、玉木は記者会見で左右の全体主義とは共産主義、共産党のことだと認識していると述べた。翌7月16日、 日本共産党の田村智子政策委員長は記者会見で玉木が共産党のことだと名指ししたことについて日本共産党は安全保障法制は民主主義の危機ということで市民と野党の共闘を呼びかけたと過去の行動を例示し事実と違う発言だと反論した。同年8月17日野党4党による合同集会が終わった後玉木は 共産党の C 和委員長に共産主義はソビエトが典型だが全体主義と非常に神話性があったのは歴史的事実でそういう政治体制になってはいけないという趣旨で申し上げたと釈明。日本共産党を同一視したことについては改めたいと伝えた。さらに玉城は18日に記者会見し共産党を含めた野党の戦術的な一体感は 不可欠だと述べたが、8月29日放送の BS テレビ東京日経日曜サロンで、場合によっては与党とも連携し政策を実現していくと語った。9月2日の記者会見では、次期衆院選後に国民民主党が自公政権入りする可能性について考えていないと否定した。獣医師問題議員連盟事務局長を務める玉木は、 香川県獣医師会副会長の父親を持ち、2010年には自身のツイッターで畜産農家のメンタルケアも重要です。政府を挙げて対応しなければなりません。産業動物の獣医が不足していることにも、早急な対応が必要ですと訴えていた。しかし、2012年に日本の大学に獣医学部を新設することに強く、 反対する日本獣医師会から100万円の政治献金を受け2015年に開催された同会の第72回通常総会に参加した際にはこのような教育の分野あるいは医療の分野はそもそも特区として地域の例外を作り進めるべき話ではないと思いますもしおかしな方向に向かいそうになった際はしっかりと止めることも 我々の責任と思っておりますので、十分な監視もしていきたいと思っておりますと語った。産経新聞から日本獣医師会との深いつながりがあると報じられている。日本獣医師会が強く反対している、加計学園の獣医学部新設問題では、朝日新聞が入手した大臣ご確認事項に対する内閣府の回答という題名の文書を5月17日に報じ、同日に玉木が 朝日新聞の内容をもとに国会質問を行って野党の追求の宣弁をつけた。7月24日の衆議院の閉会中審査でも家計学園の獣医学部新設の白紙撤回を安倍晋三内閣総理大臣に求めた。2018年1月、茂木敏光経済再生担当省の秘書が秘書による有権者への選考を配布していたことについて 公職選挙法に反するとして、茂木経済再生担当省に公選法の趣旨を著しく逸脱すると厳しく批判し、議員辞職を求めたが、2月2日に2010年から12年まで当時の民主党支部から玉木の秘書が経庁費を支出していたとが報じられた。2月7日に2014年から16年まで212件に対して、 合計107万5千円の計調費を同様に支出していたことが報じられた。玉城は現行の公職選挙法の趣旨が曖昧であることが問題であると釈明し、できることとできないことを明確にする必要があると法改正の必要性を訴えた。2018年4月2日に公開された衆院議員の資産公表で総資産がゼロだったことが明らかになった。不動産。 金融資産ともにゼロと報告した議員は70人で全体の15%を占めた。ありがとうございます。